アラスカ州地図、赤色部がアダック島市。左端、デラルフ諸島右端、セグアム島、アンドリアノフ諸島とは、アリューシャン列島の一部で、ラット諸島とフォックス諸島の間にあるアメリカ領の諸島。北緯52度、成形172度57から179度09、分付近に位置する。 約275マイルにわたって伸びる諸島で、すべての島の総面積は1515.349平方マイルにも及ぶ。アメリカ合衆国の2000年国勢調査では、大半がアダック島のアダックに住み、総人口は412人であった。デラルフ諸島がアンドリアノフ諸島の西端の島を構成する。また、アリューシャン列島は艦隊平を作り山体の一部に、 含まれているため、地震がたびたび発生する地震多発地域である。西から東へ、ガレロイ島、田中島、神奈川島、アダック島、カガラスカ島、グレートスキン島、アトカ島、アムリア島、セグアム島の島々がある。霧に覆われることが多く、また常に吹いている、風の影響で木は生えていない。ありがとうございます。